ジェシカ・スタムは、カナダのオンタリオ州、キンカーディン出身のファッションモデル。人形を彷彿とさせる顔立ちから、ジェマ・ワード、ブラダ・ロス・レコバ、リリー・コール、リサ・カント、レボン・アオキ、ヘザー・マークスらと共に、ドール、ライク、エルフンと形容されている。目の色は、グレーブルー、髪は赤毛。金髪や黒髪に染めていることが多い。敬虔なキリスト教徒の一家に生まれ、6人兄弟の中の一人である。農場で育った子供の頃、将来の夢は歯科医になることだった。地元のコーヒーショップ、ティム・ホートンズでスカウトされた。16歳の時、スティーブン・マイゼル撮影の写真で一躍知られるようになった。ボーグ UK、ボーグドイツの表紙を飾り、マーク・ジェイコブス、アナスイ、ベラウォン、バレンティノ・ガラバーニ、ミュウミュウ、グッチ、プラダ、ドルチェ&ガッバーナ、ベルサーチ、ホルトレンフルーの広告に登場。2004年短編映画、Agent Orangeに出演。2006年春夏コレクションでは、ニューヨーク、ミラノ、パリの3カ所で64ものメゾンのショーに出演。2007年春夏、オートクチュールコレクションパリでは、シャネル、クリスチャン・ラクロワ、ディオール、ジバンシー、ジャンポール・ゴルティエに出演。マーク・ジェイコブスとは交友関係にあり、彼は彼女に触発され、スタムという名のバッグを作った。カナダのオンタリオ州、キンカーディン出身。私生活も華やかであり、以前はマルカム・フォードやアンソニー・キーディスと交際していた。2017年に女児を出産し、自身のインスタグラムにて写真を公開した。ありがとうございます。